アングルシー島は、イギリスのウェールズ北西岸に接する島。人口は、約7万人。ウェールズ語を話す人口が優勢である。グレートブリテン島本土との間に、メナイ海峡があり、1826年建造のメナイ釣り橋と、新たに建設されたブリタニア橋の二つがかかっている。アングルシーは、ホリー島や、 周辺の小島を含む連合王国の州の一つである。面積は715平方キロメートルで、ウェールズ最大、イギリスでは第5位の島である。ローマ帝国時代から鉛、亜鉛、鉄などの鉱山が栄えていた。硫酸塩鉱は、本島で発見されたことから命名された。島全体が先カンブリア時代の変岩と千枚岩で、できており、北西部では、その上に、 河口岩があり、中央部との間にオルドビスキの年板岩が北部にかけて分布する。東部には石炭紀の石灰岩が北部から南部まで見られる。このように非常に古い地質時代の岩石がよく観察できることからジオパークに指定されている。南西部海岸には砂丘もある。有史以前の巨石やメンヒルが現在でも残る。 歴史的にアングルシーはドルイド像に長く支配されてきた。古代ローマ帝国の侵入と破壊によりドルイドはその地位をわれ、神殿や神聖な場所が破壊された。抵抗運動が闇、み、正式に帝国の一部となったのはグネウス・ユリウス・アグリコラが総督を務めていた78年のことであり、ローマ人たちは島をモナと呼んだ。モーンとは、 ウェールズ語でのアングルシー島の名前であるが、起源は、ローマ支配下に遡る。英語での名前は、このオス人からもたらされた、オングル島である。コウェールズ語では、イニスダイワイルであった。かつて島は、本土の一部であった。61年に、ドルイドにより一時奪い返されるが、78年に、再び、ローマ領となった。現在、道は、 ホリーヘッドからスランバイルプールグインギルまでローマ時代のものが確認されている。また、効果や装飾品が発掘され、19世紀のローマン派の時代に議論されていた。4世紀後半にローマ支配が終わり、5世紀初めにはアイルランド海賊によって植民地化された。ブリテン島から発生したブリトン人がアイルランドを駆逐した。 470年に残党が一掃されるまで戦いが続いた。853年にデエンジンにより荒廃させられた後、13世紀にイングランド海軍がやってくるまでそのままであった。ローマ人の後、バイキング、サクソン人、ノルマン人が侵入し、13世紀にイングランドをエドワード一世の手に落ちた。ブリタニア橋、アングルシー島は平坦な島である。 多くの小さな町が島の至るところにある。東岸は良質の砂浜があり、北岸は断崖が続く。18世紀には石炭採掘が主産業であったが、現在は観光業と農業収入が主である。島の気候は温暖であるが、湾岸に吹く強風に左右される。これを生かし風力発電のタービンが20以上稼働しており、 電力会社が注目している。地味は過去に比べて多様性に富む。北岸にはウィルファ原子力発電所がある。アルミニウム生成、化学工業、養殖漁業も行われている。現在、老朽化した原子力発電所の代替として隣接した土地に日立製作所が新しい原子力発電所を建設する予定である。島は過疎化が進んでおり、 アルミ工場も半ば閉鎖状態のため、住民の多くは原子力発電所を還元しているが、原発反対運動もある。年間およそ200万人の観光客が来たウェールズやイギリス北部方面からやってくる。短期滞在にしろ、観光にしろ、多くは良質の砂浜と海岸線の光景を満喫している。余暇の過ごし方はセーリング。 サイクリング、ウォーキング、ウィンドサーフィン、水上オートバイ、魚釣りなどである。アイルランドイギリス間、フェリー航路の寄港地である。西岸には2000メートル級の滑走路を有するアングルシー空港があり、自治体により運営されている。民間空港と共用で、イギリス空軍の基地である RAF バリーが設けられており、BAE ホークを用いたジェット機操縦訓練及び、 ヘリコプターによる、捜索、救急に利用されている。ありがとうございます。